DD やから気をつけてねって言ってます。おい誰だ。おいおいおいリンタックさんって。おいおいおい DD じゃありません。でもよく聞きますよ DD。 うん、もうほんまに違う、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 違う違う違う、なんかめっちゃ言われるけどそんなことないですよ。みんなだってそうですよね。優しくされたら好きになってますよね。めっちゃ寝れますよ。確かに確かに。みんなに優しいだけはね、いいこと言いますね。あ、15分経ったかな。そうですそうです、若いんですよ。ね、あんたも若いよ。いやいやいや。若いよあんたも。もう19なんでそんな。やめて、21だよ。いや、もうマジで B2 だとめっちゃもう。一番上ですか。いや、松野美代ちゃんが同い年なんやけど。誕生日的に。そう、誕生日がそう。なるほどなるほど。そう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 。いやいや、21歳も若いですよね。いや、嬉しい。若いだって。若いって言ってくれたらアラフィーしかいない。そんなことないですよ。あるあるある、本当に本当に。いやいやいや、ハートありがとうございます。いやマジ怖い。若いですよ、ありがとうございます。リサヒーはすぐになんかそう、なんか喋ってて、え何それって言ったジェネギャとか言って鼻で笑ってきますからね。リサヒーはマジでめっちゃ可愛いですね。それとか言って、もう可愛いから許す。私たちもアミアヤの流行りについていけないです、うん、あすみません、なんかこういうゲームが流行ってるとか、分かる、そういうアニメとかがもう全然分かんなくて、うん、分からん時あるよな。あまり分かんないです。確かにな、若い若い話。あとなんか学校のテストの話とかめっちゃされん。どうしよう。なんかこの前なんか理科のテストで何とかが出て、それが二十何点だったみたいなとか、なんかそうめっちゃ学校のテストのなんかどの分野を勉強してるとか言いますね。言ってくるな、めっちゃ可愛い、めっちゃあれ。でも可愛いけど全然わからない私。あやみのお母さんがゆきにんさんと同い年なんですよ。えらしいです。え若若いですよね。若まずそこがもうジェネギーじゃないですか。確かに確かに。お母さんの年齢が若いな。いや32とからしいです、うん、キャンプで暴露してました、あやみが。うん